オパール、無色無色臭の液体です。人間の血液と接触したオブジェクトは急速な拡散によって隅々まで広がりながら凝固カスケードを引き起こしその血液を結晶化させますオブジェクトでできた結晶は若返りや再生といった効果をもたらすとして財団に発見されるまでマーシャル・カーターダーク株式会社によってさまざまな人に提供されていました回収された物品の中には生きた人間にオブジェクトを注射し作られた循環器系の像などが存在していました